はい、この時間は第2スタジオにゲストをお招きしています。本日ジャスダックから東証2部銘柄に市場変更となりました、証券コードが3965、キャピタルアセットプランニング代表取締役北山正一さんです。北山さん、どうぞよろしくお願いします。本日ジャスダックから東京証券取引所2部に、市場変更いたしました株式会社キャピタルアセットプランニング代表取締役北山正一でございます。私ども2つの事業がございまして、はい、金融機関向けの、特にまあ銀行証券生命保険会社向けの、システムを提供しております。ビジネスとしてはもう一つのビジネスがございまして、そのビジネスは、ウェルスマネジメントワークステーションという、まあ、資産管理プラットフォームでございまして、このシステムを会計事務所金融機関に提供すると。さらにはこのウェルスマネジメントワークステーションを使いまして相続事業承継コンサルティングを実際に行うと、この2つのビジネスが私どもの、まあ、2つの事業でございまして、はい、ファイナンシャルテクノロジーから、インフォメーションテクノロジーを統合すると、28年前からフィンテックに特化した会社でございます。はい、そしてこのコード番号ですね、私ども3965と、はい、3965と、はい、フィンテックによって豊かな老後を創造して個人財産の最適なアセットアロケーションと次世代への不安なき財産の移転を実現すると、まあ、これが私どものミッションでございまして、今日本とアメリカを比べるとですね、過去20年間でアメリカの個人金融資産は 3.1 倍に増加したと、はい、まあ、一方で日本は 1.4 倍にしか増加してませんと。それは何が違いますかと分析するとですね、アメリカは、個人金融資産の約 46% が個別株式投資信託に、投資していると、はい、まあ、一方で日本は 18% しか個別株式投資信託に投資していませんと、 51% が、預貯金ですと、はい、まあ、そのアセットアロケーション、日米のアセットアロケーションの違いがですね、個人金融資産の成長に、差につながっていると。まあ、私どもはフィンテックによって、日本人の個人の財産のアセットアロケーションを変えると、これが私どもの、ミッションでございます。はい、そしてその競争力、どういうところが強いのか、私ども会社の中で2つのチームがございまして、1つのチームはコンサルティングチームでございます。コンサルティングチームは会計士、税理士、アナリスト協会検定会員の資格を持つもの、銀行証券、生命保険会社の、勤務経験のあるものがいるのがコンサルティングチームでございまして、まあ、もう一つのチームが、システム開発のチームであると。でシステム開発のチームはプログラマーとして私どもの会社に入社した時にですね、AFP、CFP 試験を合格しないといけないと、はい、今FP 資格を持つ者が社内で56名おりまして、FP 資格だけじゃなくてですね、社労士の資格、中小企業診断士の資格、さらにはアナリスト協会検定会員の資格を持つ者がおりまして、ファイナンシャルテクノロジーとインフォメーションテクノロジーの双方を知るスマートクリエイティブがいるということが私どもの、最大の競争力の源泉でございます。はい、では続いて御社の業績について教えてください。私ども今画面は棒グラフはこれ売上高の推移でございまして、金融行政、IT イノベーションが起こる瞬間にですね、私ども段階的に、まあ、売上高が増えていると、はい、特に過去5年ぐらい非常に、まあ、売上高が増えているわけでございますが、これは生命保険会社向けの、まあ、タブレット PC で生命保険の販売を、標準化すると、効率化すると、ロボティックオプトメーションシステム、申し込みペーパーレスシステムを提供してですね、過去売上高が非常に増えているわけでございます。はい、昨年2017年に米国 IDC と、米国の金融、システムのコンサルティング会社でございます、はい、IDC がフィンテックトップ100と、全世界フィンテックトップ100、企業というのをこう、アナウンスしているわけでございますが、その中で私ども初めて昨年92位にランクインいたしました。はい、そしてその御社が戦っているところの市場規模というのはどうなっているんでしょうか。そうですね、私ども主として、はい、銀行証券生命保険のシステムマーケット、システム投資のマーケットに対してアプローチしているわけでございまして、特に私ども生命保険会社の、システム開発のマーケットに対してアプローチしていると。今銀行証券生命保険会社のシステム投資は年間で1兆7000億円ぐらいでございますが、生命保険会社のシステム投資額が年間で約7000億円ぐらいと、はい、で過去2年間非常に生命保険会社の、システム投資が増えているわけでございますが、これはまあ最近生命保険のインシュアランスとテクノロジーのこう造語でございまして、
インシュテックという、まあ、キーワードで生命保険会社が非常に、業務、あのシステムの改善のための、まあ、システム投資をしていると、昨年今年ともあの7000億円程度のマーケットでございまして、まあ、この私もこの主として生命保険のシステム投資のマーケットに対してアプローチしているわけでございます。はい、そしてで業績について具体的に教えていただけますか。私ども、はい、昨年売上高、60億1100万円と2016年9月期が42億4200万円でございまして、今期2018年9月期予想、売上高66億2000万を予定しております。あの昨年営業利益3億4000万でございますが、今期売上あの営業利益4億7000万と、はい予定しておりまして、税引き、合利益もですね昨年2億1800万に対して今期2億9500万を、予想しています。はい、あの今後とも2019年9月期2020年9月期ともとですね売上高利益とも2桁成長を目標としているというところでございます。はい、あの次の画面でございます。これあの、2015年9月期の売上高あの利益が出ておりますが、2015年9月期の売上高が32億4000万と、はい、今期私ども66億でございますんで、あの過去3年間でですね売上高は2倍超の成長していると、はい、で、税引き利益につきましては2015年9月期が税引き利益9500万に対して今期、はい、あの税引き利益2億9500万でございまして、3倍の利益を予想しているというところでございます。はい、まあ、従いまして過去3年間今後とも高い成長が期待できるというそういうまあ会社でございます。はい、そうした御社のですね各コアとなる技術というのはどういうところなんでしょうか。あの私どもの最大のコアテクノロジーは生命保険販売のロボティック RPA システムと、これ最近キーワードでございまして、はい、ロボティックプロセスオートメーションシステムと、あのニーズ分析から引き受けまでと、これニーズ分析というのは、まあ、あの生命保険会社あのライフプランニングのシステムをライフプランをしながらですねお客様のニーズを聞くと、そのニーズに基づきまして、設計書を作ると、設計書というのは、就寝保険1000万に入院給付金特約をつけたら月額保険料例えば2万円ですというその、見積書のことでございました。はいはい、この見積書を作るというシステムで、さらにはその2万2000円の、見積でですねあの被保険者の方が、あ、まあ、これでいいですよということであれば、契約者の方があのこれでいいですよということであればそれを申し込むと、はい、でその申し込むときにですね告知というのは健康体でなくてですね過去2年間入院しましたかと、はい、ではいということであればですねどういうふうな病気で入院しましたかと、胃潰瘍で入院しました、一部、手術しましたということであればですね通常の、健康体であれば月額保険料が2万円のところが2万2000円であれば生命保険会社が、引き受けますと、まあ、従いまして告知扱いも即時成立できると、はい、これ即時成立できるというのはその日のうちに、生命保険契約が締結できるというところでございます。はい、まあ、私もこのシステムを2013年にソニー生命保険に初めて導入いたしまして、今国内41社の生命保険会社がございますが、そのうち19社のシステムは実は私どものクライアントでございまして、はい、まあ、特にこの私ども現在この RPA システムと、生命保険の販売に関わるロボティックプロセスオートメーションシステムを、横展開していると、はい、ペーパーレスシステムで実現していると、まあ、これが、私どもの第一 の、 あのコアテクノロジーでございまして、はい、これによりまして生命保険販売プロセスの正確性を担保しながらですね業務負荷を平準化すると、生命保険の、販売の生産性を圧倒的に改善するという、システム、はい、まあ、これがコアテクノロジーの、まあ、あの第1番目のコアテクノロジーでございます。はい、あの私ども生命保険の販売だけではなくてですね、あの画面に出ております、はい、あのアセットアロケーションシステムと、はい、を提供しておりまして、これはあのお客様の、リスク強度と投資、目的に合わせましてお客様の、投資に関わる資産配分をすると、国内株式国内債券外国株式外国債券というアセットクラスをいかに配分するのがいいでしょうかと、はい、まあ、このシステムはアセットアロケーションの提案から、ポートフォリオの時価値洗いを行ってですね、今後どういうふうな配分にすべきかということを提案するシステムでございまして、はい、このアセットアロケーションシステムを現在、確定拠出、の設計からですねファンドラップに至るまで、システムを提供しております。はい、あのこれ実はあの確定拠出のシステムは2001年から私どもが提供しておりまして、現在キャピタルアセットプランニングのシステムとご存じない加入者の方がですね、はい、おそらく150万人私どものシステムを使っていただいているというところでございます。はい、
続いてコアテクノロジー2番目ですね。そうですね、私どもウェルスマネジメントワークステーションという、まあ、システムを提供しておりました、はい、これは現在、まあ、日本は大相続時代、大事業承継時代というふうにこう言われておりまして、資産家企業経営者をターゲットとしてですね、ターゲットとした資産管理システムでございます。自分の資産を見える化すると、見えざる負債が見えると。見えざる負債というのは相続税未払い金でございまして、はい、老後の資金運用、円滑な財産分割、納税準備を、標準化する RPA システムでございまして、まあ、このシステムを最近では、対面証券会社さんのファンドラップのシステムの提案書システムとしてカスタマイズしてご提供しているわけでございます。私ども生命保険の、システムがですね、非常に労働集約的であるわけでございますが、この、ウェルスマネジメントワークステーションというシステムは、まあライセンス課金でですね、はい、対面証券会社さん、銀行にですね、提供していると、まあ、従いまして利益率が非常にいいシステムであるわけでございます、はい、続いて今後の成長戦略。そうですね、私ども今まで、主として生命保険会社様のシステムを提供してきたわけでございますが、昨年ぐらいがですね、人生100年時代と、はい、ということがテーマになっているわけでございまして、私どもは特に銀行、様に向けてですね、人生100年時代に合わせてですね、個人の財産管理をですね、手のひらで、実現すると、これ今スマホベースで、はい、画面に出ておりますが、スマホでですね、最近、それこそ自動家計簿の会社さん、アカウントアグリゲーションの会社さんが複数ございますが、その、自動家計簿、アカウントアグリゲーションの、会社様と、アライアンスしながらですね、はい、自動家計簿と、ライフプランのシステムを統合すると。これ統合することによって、より個人にですね、パーソナライズされた、その個人のニーズにさらに、結びついた、ライフプランを提供できるわけでございまして、はい、まあ、これによって人生100年時代を、まあ、有意義に過ごすことができるわけでございます。今後の私どもの、はい、ビジネスの展開として、 RPA と AI で金融業務の自動化とホワイトカラーの生産性の革命を実現すると、これがテーマでございまして、特に今申し上げました革新性としては、アカウントアグリゲーションのシステムとライフプランのシステムを結びつけると、まあ、そういうところを私どもの、これからの成長可能性として考えているわけでございます。わかりました。この時間は、本日ジャスダックから東証2部に市場変更となりました、コード番号3965、キャピタルアセットプランニングの代表取締役北山正一さんにお越しいただきました。北山さん、どうもありがとうございました。